オーケー。どうも、青色ハゲ。ということでね、今日はね、みんなにあの伝説の技を紹介しようと思って動画を回しております。ってことで、チャンネル登録と高評価をしたら明日気持ちよく早起きできるよ。Oh my god!ちゅうことで、ね、今日紹介していくのはね、こちらの帰ってきた伝説のアイテム、シャックウェイブグレネードを使った技になるんだけど、まずは実演の映像を見てもらおうかな。それでは、どうぞ。というわけなんですよ。これ皆さん見たことあるでしょう。太古の昔、あの元プロゲーマーがプロゲーマーだった時代、恐竜が歩いていた時代、馬がまだ道路を走っていた時代に使われてたあの技なんですよ。そう、バラクラシックですね。みんなあれやりたくてもね、なかなか難しいって思ってたんじゃない？No. めちゃくちゃ強いの。めちゃくちゃ強いんだけど、ちょっと難しいの。だからこの動画でね、完全解説していきたいと思います。任してほしい。解説が始まる前にね、アイテムショップでクリエイターサポート AFR 使うと、明日家に掃除機が20個届きます。No. ということで早速解説していこう。まず強度は何であれボックスがあるとします。まあレンガでも鉄でも全部関係ないです。これはもう木でも一緒です。そしてボックスの前に立ったら、この敵が入ってるボックスから3マス床を引きましょう。そして床を引いたらですね、この2枚目と3枚目の境目ぐらいに自分が立ってこう投げるわけですよ。一回そのまま投げてみるね。こんな感じで、そのままやると入り込める。まあ別にこれでも強いんだけど、全然。そうじゃなくて、この境目に立って、投げると同時に、トゥルルルルっていう音が鳴るから、その間にこっちを向いて、屋根と壁を瞬時に置けるように、心構えをしておくと、こっち向いて。いきますよ。こんな感じ。まあちょっとね、今、ここに屋根入んなかったんだけど、うまくやればしっかり入るということで、こっちに出ちゃったね、屋根。こうやってね、うまく壁とか張れないと、今みたいに最初と同じ入り込みをしちゃうことがあるから、そこはねしっかり気をつけていただきたいんですけど、こうこうだね。これが今一番いいね。上の屋根はまあいいとして、屋根を入れてちゃんと壁まで、で上の屋根が壊れちゃったと思ったら、ね、自分でこっから置けるから、こうやってビッてちょっと視点を上に向ければこういう風に屋根って置けるから、それで敵を逃がさないようにしてからしっかり攻撃を当てていくというわけですね。おさらいすると、この2枚目と3枚目ぐらいに立って、そこから真ん中に投げて後ろ向いて、はい、そう、これで完成というわけですね。ちゅうことで、ここからはね、この技を使って敵をボコボコにしていきたいと思います。チャンネルはそのまま。ここで動画を閉じるとね、明日家にお惣菜が200個届きます。私は神プレイヤーです。No. ちゅうことで、まずはショックウェーブを手に入れなきゃいけないのよ。あのごま団子ね。ここはあえての下、あえての下でこういくわけよ。こういくわけよ。こういくわけよ。やっぱ神プレイヤーだからさ、神プレイをしなきゃいけないわけよ。No! ほら、このムーブ最強すぎるでしょ。みんなも真似した方がいい。下からこう上に上がっていくやつね。はい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 、背中を向けたらね、剣士の恥なのよ。え、ワンパンなんだけど、なんかいるんだけど。はい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 、そういうこと、そういうことなんのよ、そういうことなんのよ、そういうことなんのよ。うわ、オッケー、ロケットラウンチャー、逃がすわけないやろがーい。はいはい、モンスターボール、はいパリーン。オーノ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 ー、ああ、いた、いた、何それ、いや、何それ、は、もう、クソゲーすぎだろ。いや、ちょ、マジでもう、さっき6個集めたのにさ、はい、
あー、そういうことなんだよ。なんかいる。なになに人なの。無理無理。は、何こいつ、何してんの。来た、これだよ、さっき俺のことやった武器。爆弾ボーイ、爆弾ボーイ、爆弾ボーイ、爆弾ボーイ。強すぎないマジで。いや来た、あれ爆弾ボーイの金だぜ。爆弾ボーイなのよ。これで、あとできる。これなのよ。ちょっと違うわ。あー、爆弾ボーイ。おはい、マーク。うわー、待って。なんで俺が吹っ飛ばなきゃいけないの。いった。もうもうおお。何これ。No. うわあ。お前マジで本当に許せないんだけど俺。めちゃくちゃいるし。お。はい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 。ロケットラウンチャー。はい、お疲れ様です。マゾデイさ、マゾ TV デイ。マゾ TV に歯向かってそういうことなんのよ。出たゴマディンゴ。お、こいつゴマダンゴボーイなんだけど。待って、ほら見て、ゴマダンゴボーイ。めちゃくちゃ買えるゴマダンゴボーイ。ゴマダンゴボーイ。嘘何これ。うわ、えぐいやつ来たって。ノー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 。虹色ハゲにはかなわないのよ、もう。ゴマダンゴボーイ。あ、やっぱりゴマダンゴボーイだ。全員ゴマダンゴ補充したいのよ。2個も使っちゃったよ。は、え、なにそれ。ラスト1人、ラスト1人来た。オーケー。